松山運転所は愛媛県伊予市にある四国旅客鉄道の車両基地である。予算線北伊予いよ横田間に新設された南伊予駅に隣接する。車両のほか運転士、車掌も所属している。かつては松山駅に併設していたが、予算線では同駅周辺における高架化事業が進んでおり、当初は予算線北伊予いよ横田間に移転した。 松山駅の高架化事業は2009年3月に事業着手し、2015年までに駅の高架化が完了すると発表されていたが、当初計画より遅れており、2024年に完成予定となっている。2021年4月1日現在の所属車両は以下の通り。なお、所属表記は国鉄型車両が4末、JR 型機動車が末である。 電車には表記が存在しない。2016年3月以降、当初所属の普通列車用の車両はトイレを備えた、車両が一両もない。軌道車上機機関車、ディーゼル機関車、新たな交通、輸送拠点が完成まさ町交友車、鉄道ファン2021年7月号、JR 旅客会社の車両配置表 JRR 編、JR 電車編成表2021月、 交通新聞社、2021年、P202 から203。ISBN9 兆7843億3 0 2 5216。JR4、4代目予算線、アンパンマン列車が、多突工場へ、RM ニュース鉄道を飛び出す。r a i l .hobidas.com。2020年2月5日閲覧。2000系中間車が、 高知運転所へ鉄道ニュース2019年9月26日掲載。鉄道ファン railf.jp。鉄道ファン railf.jp。2020年2月5日閲覧。平成20年3月ダイヤ改正について。アーカイブド2007年12月23日。アットザウェーバックマシン。鉄道ファン2009年7月号車両ファイルキハ65。 形式車両対応式の開催についてありがとうございます。